で、飴玉あげよう、また。ありがとう、任天堂。ね、任天堂に感謝の気持ちを忘れなきゃ、きっとね、みんなイケメンになれる。赤い人ここいるんだけど、中に。ガチに張ってんだけど。やばい。やめよう。赤い人がいる。これ何？やめとこう、糧が質も。ここ開かない。2階行きましょう。あーもう辛い。あもう何も出んなよ、何も出んなよ、何も出んなよ。あーあかんやつや。さてまた TS つけましょう。2階ですね。ち目玉よこせ。めっちゃおるやん。白い人はこの部屋入れててる。ここおすすめだよってこと？おすすめの部屋行きましょうか。ガキだらけじゃん、でも。行きましょう。さて、女の子おすすめの部屋入りましょう。おぉ！これ、ちゃんと見ないと、どこに何がいるか。わかん、あれ？鍵がかかってる。ちゃんとね、イベント調べようってことですね。壁を調べよう。トイレの壁を。よし。それで、このクエスト行きましょう。血の色の飴玉を手に入れた。さて、また飴をあげよう。この飴、飴ー。あー、辛い。こんなん一人でやるのマジ無理。絶対無理、俺も。なんで俺やってんだろう。これ終わったパターンやと思ったけど。ゲームが始まるよー。呪いのゲーム、いくよー。ぴょーん、うーん、ぴょーん、うーん、ぴょーん、うまい、君、ゲーム、センス、あるよー。一発やないか。ま、簡単だよ。さてと、飴あげよう。美味しい飴、目玉。美味しい目玉ありがとう。あいつ大丈夫か、頭。さ、どこ行くの次。男子トイレは。興味ないですね。ホモの霊がいますね、これは。なんかいるの、この子に。男子トイレなんもないわ。よし。臭そうだな、ほんと。なんで女子トイレあんな綺麗なのにね、なんで男子トイレあんな臭いんだろうね、ほんと。わけわかんないの。いや、そんな、女子トイレも臭いぞ。ま、やばい。やばいで起きてもだ。ガキンチョと、白い人が通ったよ。こんにちは。はい。どうすんの？取っていいの？横取りますね。あれー甘くはなかった。女子トイレからですね。
ふほほ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 ほ。女子は綺麗、なんでそんなことしてるんですか。そりゃ俺もよく見てるからね。もう一回延長すんの、激アツじゃん。延長しよう。よし、もうここいいでしょ、これで。やばいこれ本当。お前らよく見てんなこのゲーム。まさかその調子でクリアしたよ。遠慮しときマリオだわ。もう一回これ解くか。これ簡単なんだよな。こんなんで死ぬやつとかおるんかな。ほんとかわいそうになっちゃうよね、ゲームセンスの下手なさに。ね、呆れちゃうよ、呆れて物も言いなくなるわね。余裕やばい、俺センスあるかもしんない。よし、死んどらんわ。金庫潰すぞ、ほら。飴あげないとあかんねんな、ここで。すいません。まあ、さっきこれであげさせてください、飴。美味しい目玉ありがとう。あれ、残機じゃなくて首の数だからね。そうなの？恐ろしいやじゃないか。行くかぁ。男子トイレだ。キモい。よし。死んだ数なんだ、あれって。恐ろしい、恐ろしい。男子生徒があそこおるから、遠回りしていこう。ね。JK 生足ですね、これ。通れませんね、これ。一番奥から行きましょう。目と目が合う瞬間死にました、終わり。よし行こう。親に怒られたので落ちます。あ、頑張っ、お疲れ様です、またね。さあ次ですね、次なんかあるかな。これちょっと地味だな、ここだけ。あ、なんもない、ゆっくり行こう。さてと次どこ行くの。え、次どこ行くんだ。トイレ一緒に行ってきたよ。多分、トイレ今、お化けしかいないよ。ああ、呪われた。呪われた、お前。ん？なんか花が置いてる。学生時代にあったよね、みんなの。うん。こういうこと。焼き置かれてた、うん、あるあるやな、ほんと。ほんとにこいつについていっていいの。帰ってきた。何？血の色の飴玉を手に入れた。また飴玉だね。はあ、はあ、びっくり系だよ、結構。びっくり系苦手なんだよ、ほんと。さあ、またここで飴玉あげましょう。よし。ね。飴あげる。この飴、飴でしょ。ありがとう。よし。幼女を信じろ、任せろ、ちゃん。幼女を信じろ。最後かな、これが。いかにもなところへ着きました。行こう、奥の扉へ。
まだあるじゃん。ここはいけないから、こっち。こっち開かない。ここも開かんない。ラスボス赤さんとかマジきついよ。次こっち。あー、これあかんやつや。これあかんやつや。あかんやつや。子供すごいうろうろしてる。忙しい、忙しい。あー、これあかんやつか。うわー、忙しかった。こっからか。通り過ぎた、行こう、一気に。あれにこっちから行ける？行けんじゃん、こっから。ああ、次はどこへ行けばいい？スタートが間違ってたね、さっきのは。ちゃんと見たいと。あ、ピアノの音がした今。悲しい調べだね。ここは音楽室。入ってみよう。誰が弾いてるんだろう。手形がある、いきなり。ピアノに手形。なんだろう。バターンって閉じないかな。怖いんだけど。なんだろう、ここ。宝箱ある。血の色の飴玉を手に入れた。また、血飴ですね。多いですね、血の色の飴玉。オルガンか、これが。あー、嫌だな。こっち通れないんだ。猫踏んじゃった。できないよ、そんなの。演奏できない。演奏できたら神ゲーだったわ。こっち演奏できないでね、もしかしたら。うわー、血なのか。あかね、直樹、変なの顔なしを手に入れてから。何これ、誰だこれ。直樹って、直樹の様子見てきてくれない？え、誰だ直樹って。健太、お前さえ。あれ、名前変わってんだけど。なんで？ん？お前さえ、どうしたの？健太、なんで？直樹？あはー！やほほほほ。何これ？ちょっと待ってくださいね。よいしょ。はい。ダイダラ君、ちょっといいかね。配信されたゲームなのならね、どうにも登場した人物の名前が気になっていたのでね、君が入力した名前ではなかったのではないかな。彼らの名前なんだがね、この学園で死んだ生徒リストにその名前があったと記憶している。何かあったんだろうね、この場所で。つらいな。何があったんだろうね。またこう、愛憎の物語があったんだな、ここでも。うん。白い人なら下に行ったよ。下に行った？
下が一回降りたんだね。じゃあ一回降りようか。私も一回降りましょう。な。一回行ってもいいかい？ええよ。降りましょう。降りましょうか。何が待ち受けているのか。さあ、ここでちょっともう一回、飴玉あげに行きましょう。一回降りて、ここの部屋、でもすいません、飴玉あげるポイントなかったですね。さあ、幼女がいる。幼女じゃない。何歳ぐらいだろう。女子高生ぐらいかな。高校大学生かな。ここなんだろう。理科室かな、これは。この木の椅子とか、流しとか見た感じからして。絶対あの人体模型動くわ。あの人体模型絶対動くわ、ほんと。すごいここ長いですね、ステージが。絶対動くよ、ほら。名前動かねえじゃん。嘘口！あかん。マジ、クソゲだわ、これ。ああ。ああ。やだよー。ふざけんなよ。ああ。急ぎ急ぎ、おなか。いたおる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 、今ビビったわ。こいつについていこうか。もう一人いるだろうし。行きましょう。あぶねえ。ああ、さて、向かいの部屋に白い人がいる。向かいの部屋ってどこ？ここ？ここ何室だろう。図書室。入ってみよう。図書室の中では何かイベントがあるか確認しましょう。進めるテンポいいな。せやろ、ゲームプロやからな。顔なしの体を手に入れた。エクゾディアの本体を手に入れた。もう少しだ。ここでもう終わり？このゲーム。わかんないね。行きましょう、まだ。調べましょうか。図書館です。青鬼あかんて、ね。顔なし、今ね、体、手足が3つに、体1個ぐらいじゃないの。なんもないのかな？なんかいる。白い少女が。青鬼と一緒やん、そこ、机の上あかんて。消えない？ねえ、あかん、ケンタ帰ろう。あれ、どこ行ったの？遊びマリオ。ケンタくんはどこかな。ドアは開かない。なんでだろう。ケンタくん。TS が鳴ってる。うるさいな。メールだ。5つ目。いなくなれ。キモい。ケンタくん照れちゃって。ね。本当は私のこと大好きなのに。ケンタくん、遊びましょう。ケンタくん、どこにいるの？また、ケンタくんからメールかな？なんだろう。死ね。ケンタくん、照れちゃって、もう。かわいいね、そういうところも。ね。行こう。
ペンタ君はどこかな。またペンタ君からメールかな。なんだろう。ケンタを返せ。あれ？ケンタからじゃなかった。じゃあお前誰だ。あれ？誰だこいつ。誰だ。誰だこいつ。直樹の方か。直樹がケンタ。ケンタからメール来た。変なんだよなあいつ。呪いのゲームやり始めてから俺と遊ばなくなったし、呪いのゲームなんか送るんじゃなかったよ。直樹？直樹くん？また来たんだけど、しつこいぞあいつ。出会い中か？直樹、呪い。あと一日で僕は死ぬのだから、僕は茜お前を嫌だ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 、助けて助けて消す、助けて消す、助けて消す、助けて消す。たお助け料1億万円いただこう。直樹一体どうして。あと一日で死ぬ、怖いな。すごいヘタレっぽい叫び声聞こえたんだけど。ハッハッハッ。聞きに行こう。行ってみよう。さあ2階。違う。え？血の海の上には。ナオ君。ケンタかよ。直樹？あんたまさか。他に僕は。いやー地下鉄南都線下り快速急行車内。8月30日、20時30分。レオ、レオ。生田さんは協力してくれていたけど、問題間に合うかね。ん？助けて助けて助けてお姉ちゃん。坊主、ああ。助けられたのにね。なんでよ、なんで あんたが知ってるの。君からにじみ出てるよ。人の思いは隠せないんだ。なんだ？レオの過去かな？ふざけないで。誰もいない。なんで？誰もいない？悪いの。あー、レオくーん。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 おわレオだわ。レオくんもういなくなったよ。人いる。あ、あれは坊主生きてたの？坊主くんいたの？音するが、なんか音あったの？あ、坊主くん向こう行っちゃった。追っかけろよ。あ、DS なってる。こんにちは。君ももうすぐ仲間だ。ね。とか、遊べば仲間だってなんかあるもんね。あなたももう、あなたはもう死んでいる。北斗の剣ですか？はい。諦めないで。マヤミキです。ありがとうございます。レオ、君はもう、いらないんだ。ダイダラの足かせなんだよ。どういうこと？何この部屋。真っ赤。え？レオ、君さえいなければ、僕はダイダラとずっと一緒にいられたのに。ボズモホモなんだけど。気持ち悪い。ボズモキモいんだけど。ボズモホモなんだけど、マジで。君さえいなければ。え、ボズ君でホモだったの？
え、キモいんだけど。ちょっと距離置こうかな。ねえ、ちょっと友達の付き合い方考えちゃおう。マジ無理だわ。お断りだわ。さすがにちょっと無理ですよ。俺愛されすぎだろ。愛され上手。うっそぴょーん。なんかある。あ、おたわ。あれ、いなくなった。これなんだろう。広告がまたチリチリになってる。あ、ラジオか。オラジだ、オラジ。オラジですね。業界で言う。あ、さっきのロボットだ。これなんだよ。奥行こう。あ、ボズ。ちょっとホモのボズくんですね。ホモボズくん、ボズ、遊び終わりよ。ありえない、ありえないわ。え、うわー、スパイダーマンじゃない。なに。あ、今操作できたの。今操作できたんだ。すみません、気づきませんでした。りょうくん、りょうくん怖いですね。血だらけじゃねえかこれ。なんだよ。はい、逃げろ、早く。りょうくん行くぞ。なにこのバッテン印。バイオハザードやばいよこれ。何この穴ぼこ、怖い、よけよ。何この穴ぼこ、怖い、よけよ。穴ぼこ、怖い、よけよ。何ここ。なんだったの今の。予想通りじゃねえか。予想、完全予想通りじゃねえか、これ。危ない、避けようって。うん。つまり、まっすぐ行くなってこと。今までのゲームと電車も同じ形をした。もしかして、どうすんの。これわかんない。まず、こっち。で、次はこっち。ね、左右左行っていくんだね。つまりそういうこと。よし、こうだ。え、うわー、スパイダーマン来すぎだろあいつ。うわー、わっわっ。キモいよー、キモレオレオ。どうして駅に着かないの。なのぞ。うほほ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 ほ。チャンネル登録がまだお済みでない方は、ぜひともチャンネル登録お願いします。スマホ、タブレットの方は、動画の下のここをタッチ。パソコンの方は、動画の下のここをクリックしてね。また、ツイッターもやってます。更新情報や日常などをつぶやいていますので、よければフォローしてください。詳細文からアクセスできますよ。それでは、また次の動画も見てください。じゃあの。